みんな何が好きなの給食で。カレー。カレー。カレー。すんごい大盛り。ランチハラスメントだったランハラランハラじゃあちょっと待って、終わり。ありがとうございます。あ、これ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 減らして、これ減らして問題がないから、みんなが食べない。ご飯はご飯、ご飯はご飯絶対食べないから。ご飯はご飯は食べれないでしょ。足りますよ、足ります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 、ご飯美味しいです。美味しい。何が美味しい？一番何が好き？ご飯美味しい。ご飯の人知らない。あ、今日スプーン使わない。ラーメン嘘でしょ、嘘でしょ。ABC です。そうだよ。もう37歳だけど、まだまだ大きくなりたいです。うわ、すごい、揺さってる。優しい。顔真っ赤っか。アリナ。太田選手、身長何センチ？179センチ。あと1センチあったらね。そう、180センチ。よっしゃ、ごちそうさまでした。よっしゃ、片付けていいんだよね、これは。まだ
学校、忠男第三小学校ね。四年一組。取り囲まれて。怖いね。こと見えない。今日は何月何日でしょう。14。ありがとう。素晴らしい。はい。どうぞ。はい。ペンも。肩もみしてもらおう。あー、いいね。いいね。日頃の疲れが取れますわ。いいね。いいね。よし、肩叩きしてもらいながらたい焼き食べよう。ごはんさん、またうちに来てね。給食自体が本当にとにかく美味しかったのと、忠男第三小学校のみんながめちゃくちゃ明るくて、これまでいろんな小学校行ってきたけど、その中でも飛び抜けて明るかったですね。もう入った瞬間からすごかったですよね。すごかったし、ね、ああやって温かく迎え入れてくれてすごい嬉しかったのと、あとは本当にね、ゼルビアのことをすごい好きでいてくれたり興味持ってくれてる子が多かったので、うん、こういった活動って本当に大事だなって思いましたね。いやあれは食べれねえよと思ったけど、でもなんかね、本当に美味しくてお箸が進んだのと、何より子供たちがいろんなお話をしてくれて、うん、なかなかそういう機会多くはないから、その会話が弾んだおかげもあり、山盛りご飯食べれました。完食できました。あのおかわりまでしちゃって、じゃんけん勝っちゃって、ね、あれは絶対出なきゃいけないでしょうと思ったらじゃんけん勝っちゃったんで、僕のせいでね、一人誰か鶏肉食べれなかったから、そこは申し訳ないけど、勝負の、勝負強さってところね、見せれてよかったなと思います。小学生のみんな、毎日ね、小学校で給食等あると思いますけども、とにかくね、好き嫌いなく、毎日たくさん食べて、大きく成長していってください。そして、FC 町田ゼルビア残り2試合になりました、J1 でのね、この旋風というか、新たな風を起こしている中でみんなの応援が必要です。この残り2試合に向けてみんな少しでも FC 町田ゼルビアのことを応援してくれると嬉しいです。みんなで残り2試合戦いましょう。これからもよろしく。またね。せーの。